10年後の私にタイムカプセル。今日はですね、ノースポールの育成日記をスタートさせてみたいと思います。毎年ですね、ノースポールは我が家の花壇のところにこぼれ種ができるんですが、そのこぼれ種ね、このこぼれ種から出た芽をですね、育成ポットに植え替えて、そして、毎年2月ぐらいかな、毎年2月ぐらいに大きい、プランターとかに植え替えていくということをやっていくんですけども、今年はね、土から出るのを待つんじゃなくて、こぼれ種がいっぱいあるはずの土そのものをプランターとそれからポットにも入れて、プランターとポットから芽が出るのを待つという方法に変えたいと思います。ということで、今日はプランターと鉢に土を入れるということからスタートしていきますね。まずはノースポールのために準備をしている土があるんですけど、そこへ行ってみましょう。土を育成している場所ね、こちらに到着。はい、これです。この土、半年ぐらい前からじっくりと寝かしてあるので、この土を使ってノースポールの育成をしていこうと思います。この土の中にノースポールの種が多分ね、混じっているんだよね。もうほら、こういう風に出てきてるもんね。プランターはこの4つ、これを使います。そして鉢はこちらを使います。7つね。これに全て土を詰めて、ノースポールの芽が出るのを待つという作戦。今まではね、芽が出たノースポールをちょっと大きくしてからこのプランターと鉢に植えてたんですけど、今年はね、土からいってみたいと思います。それでは早速この土をね、ほぐしていくんですが、その前にこの辺の枯葉、この枯葉をね、このプランター、このプランターに入れて、捨てるんじゃなくて、これ下敷きにしちゃおう。敷石の代わりにしちゃおうかな。よし、それでは今までしっかり育てたつもりの土を一回ひっくり返してみましょう。こうやってひっくり返して、粉々にして空気を入れてやって、そして改めてプランターに入れてやると、この作業を今からするわけです。土をひっくり返すよ。半年ほど前からね、ずっと生ゴミとかね入れて、あと米ぬか、それからあれだ、納豆、こういうものを入れてね、ずっとこう熟成してきたこの土、結構黒っぽいサラサラとしたいい土になっていると私は思いますが、どうなんでしょう。あとはこの中にどれだけノースポールの種が含まれているか、まあ、こういうことですな。はい、それじゃあこれをプランター4つに分けていきますね。ポットに入れました。果たしてこの土からどのぐらいのノースポールの芽が出てくれるのでしょうか。鉢にもしっかりと土を入れました。
ということで半年間しっかりと育てたこの、土の牧場ね、これについてはお役目御免と、またここにね使い終わった土を入れて納豆とか米ぬか、そして、生ごみを入れて土を育てる場所にしたいと思います。さあこれでノースポールくんちゃんと育ってくれるかな、というか芽が出るかな。こちらがプランターの方ですね。プランターの方もね土をしっかりと入れました。この中にこぼれ種がどれだけ混ざっているかがポイントになりますね。問題はね水をどれだけやるかなんだよな。そこちょっと悩んじゃうけど、まあ時間をかけて観察していきましょう。ノースポール育成日記、準備が整いました。一応ねプランターとそれから鉢、こちらに土を入れて、あとは本当に、芽が出るかどうか、これが判明するのは多分あと どうかな 2週間ぐらい、様子を見てみましょう。10年後の私の老後の楽しみのために作っている動画ですが、今日はノースポールのね、育成日記のスタートでございます。今土をプランターと鉢に入れただけ、あとはゆっくりと様子を見てバッと芽が出るかどうかね。なぜ今年土を最初に鉢に入れた、プランターに入れたかというと、毎年ね、こぼれ種で花壇に種ができるんですけど、毎年こぼれ種で花壇に芽が出るのね。その芽を小さいポットに入れて、こう大きくなったところでプランターに入れてたんだけど、なんかねそうするとね植え替えることによって弱くなる感じがするんだよね。だから今年はねもう、出た芽をもうそのまんま そこの場所で咲かせたいということで土から入れていました。ちょっと冒険ですけどね、芽が出るかどうか楽しみですな。10年後の私も笑って見てやってくださいということで、ノースポールの育成日記第1回目はこれをもちまして終了。またの動画をお楽しみに。それではバイバイ。